こんにちは、日野です。今日は2023年の3月の24日になります。昼間に車の動画を撮ったんですけれども、途中で振動か何かで多分切れてまして、で、まあこれで撮れなかったので、今日はボイスメモを撮りたいと思います。で、最近吉川奈美さんという方の本をいろいろ読んでいるんですけれども、非常に元気が出るというか、波動が整うというのか、自分の心の状態がすごく良くなるっていうのを感じています。で、やはり一番重要なのは内面意識だと思うんですよね。まあ、いろんな情報とか今出てますけれども、まあ、情報昔に比べるとはるかに莫大な情報を僕たち日々浴びているわけですけれども、そういった情報に触れる中で、やはりいろいろな情報がありますから、それによって乱されたり、あるいはこう調和が崩れたり、共鳴が崩れてしまったり、いろんなこう乱れが出てくるなっていうのを感じています。で、いろんな情報、まあ、僕もいろいろ見ているんですけれども、その中で、まあ、正しい情報というのか、例えばその国とか社会とか政府とか、そういったものに対して真実を見ていく、あるいはその至らない、その批判的な目で見ていくっていうことももちろんできますよね。見方によってはやっぱりできいろんな不満というか、政府にしても、例えば国は注射のこともストップすることなくずっと、副反応とかね、そういったいろんな例が出ているにもかかわらず続けているっていうこともやっぱり不満の一つだと思いますし、そういったことを見ていくとね、いろんなこう不満とか批判とか、あるいは そのことに対してイライラすることって出てくると思うんですよね。でも、そういったことばかり見ていく、あるいはそういう見方をしていると結構心がすさんでいくっていうのをね、感じたりするんですよね。だからやっぱりどういう視点で僕たちは物事を見ていくかっていうのがすごく重要だと思うんですね。で、それが内面につながってくるというか、内面がしっかり構築されていないと、そこに影響を受けている外側の現象とか外側の事象に影響を受けてしまうということなんですよ。で、それで心が乱されたりイライラしたりっていうことで、自分の波動を実は落としていることにもつながっていくんですよね。ですからこれ非常に大事だと思うんですけれども、物事あるいはいろんな出来事とか記事とか情報、そういったものをどういう視点で見ていくかっていうのは重要だと思うんですよ。だからそれによって感情をね、揺さぶられることってあると思うんですけれども、ただそれをしているとやっぱり自分の波動が乱れてくる。で、その乱れた波動で周波数を放っていますから、結局現象的にもイライラする現象が引き起こされたり、そういう現象とぶつかったり出会ったりしてしまうわけですよね。って考えたら、自分の内側をいかに整えていくかっていうのがすごい重要だと思うんですね。ですから、まあ吉川奈美さんの本に戻りますけれども、吉川さんのおっしゃってることっていうのは、まさに内面を変えるっていうことなんですよ。意識を整えたり、意識を豊かにする、喜びとか、愛とか、そういったものに満たすっていうことなんですよね。で、これはやっぱりすごい大事だと思うんですね。そういう状態で自分が内面、どんなに外の状況が悪くてもですね、あるいは周りの状況がそういう状況だったとしても、あるいはいろんな情報に触れて心が乱されそうになったとしても、自分の内面を整えておくことによって、それをその事象をフラットな目で見ることができるんですね。そこに影響を受けないっていうんですかね。で、もちろんそういう事象を見るっていうのは、見て疑問を持ったり、あるいはこう改善していった方がいいとか、いろんな、意見は出ると思うんですけれども、ただそれをフラットな視点で見て、揺さぶられないというかね、そこに影響を受けない、自分の内面はいつも喜びとか感謝とか愛とか、そういったもので満たされているっていうのは、まあ、難しいかもしれないですけれども、時にやっぱりね、乱されたりすることもあると思うんですけど、できるだけやっぱり、元に戻るっていうか、立ち位置を、原点に戻して、そういう波長、そういう波動っていうのを自分の中で整えていくっていうのが重要じゃないかなっていうのをね、その吉川さんの本を読んで感じますね。やっぱり現象って全て自分が作っているというか、自分の内面意識が作っていますので、それを整えていくっていうことが、実は自分の現実を良くしていくことにもつながっていくし、周りにいい影響を与えていくことにもつながっていくというふうに、思います。ですから自分の内面を整えること、自分の内面を常にやっぱり
外の現象にとらわれることなく、フラットな視点で自分の内面を整えていくっていうことをね、意識して、僕もそういう意識で生きていたいなっていうことをですね、吉川さんの本を読んで感じたという次第です。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。